左手を振り込んで、その手を引きながら大きく、右手を左手を差し込む。さらに右手を握って、この、相手の手を振り除き、一気に後方の握り上げる通りに右足を突っ込んで返す。ここで決める。今の技を実戦の動きで見てみよう。立ち姿勢から取る腕絡み。下から取る腕絡み。上から取る腕絡み。亀の姿勢に対する腕絡み。腕絡みは関節技の中で腕ひしぎ十字固めとともに効果の大きなもので、他への連絡変化技も多い。相手がこの手を元に戻さんとするときに、左手で相手の手首を押さえ、さらに右手を回して肘関節の下部に当て、自分の手首を握りひねる。腕絡みを捉えたら、まず相手の自分の帯を握って、これを自分の方向に引いて、今度はさらに右手を添えて自分の手首を握り、ぐーっと相手の手が逆になるようにする。まず腕絡みを捉えたら、足を抜いて、今度は腰を高めにして、左手で相手のお腹を押さえながら体を回転させて、ひげ方、親指をひねる、脇を締める、相手の道具を持つ、そして逃げられます。膝で手首を握った相手の手を切って逃げる。相手が腕ひしぎ腕固め、僕の体を上げようとする場合に体を預けて、右肘で相手の肘の裏側を挟み、体を伸ばして相手の肘関節を取る。相手が襟を持ったらその上からがっちり握る。握ると同時に体を開く。同時にこちらで相手の脇を挟みながら、この腕をねじる。ねじりながら、ここでこうやって腕ひしぎ脇固め。腕ひしぎ技には多くの技があるが、主な実例を紹介する。腕ひしぎ脇固めの一例である。腕ひしぎ三角固め。腕ひしぎ膝固め。両足をぐっと伸ばし、相手の肩を潰して起き上がる。
は抑え込み、締め、関節技の三位一体となって活用して、初めて固め技としての効果を発揮する。この三つの技は不足不利のもので、互いに連絡変化すれば容易に勝ちを得ることができる。